はい、こんにちは、スレトルトと申します。ゼルダの伝説夢を見る島実況プレイ始めていきたいと思います。前回は第一のダンジョンをクリアしまして、バイオリンをゲットしたのかな。で、このワンワンも、さらわれたワンワンも連れてきたんだけど、助けたんだけど、こちら、アイテムをね、交換して、このドッグフード、キャンキャンがリボンのお礼にくれた。もともとはあれだよね、ヨッシーの人形を子沢山の夫婦に渡してリボンもらって、そのリボンをキャンキャンに渡したドッグフードをもらったんだけど、このワニがね、なんか缶詰欲しいって言ってたんだよね。その缶詰がドッグフードなんじゃないかなと。なんやそれ、缶詰持ってるんちゃうの。お願いや、その缶詰わしにちょうだい、お願いや。まああげないわけにはいかないよな。はい、大きにありがとう。ほないただきます。ドッグフードやけど大丈夫？そう食べんの？すげえ歯ごたえすごいな。ガッチャンだよ、のり巻きガジラ以来のよくその顔できるな。絶対ね、この今晩お腹痛くなりますよ。これうまいわ。ほな俺にバナナあげるな。いやほんま美味しかったわ。もともとの持ってたヨッシーの人形の方がいいんちゃう？でもなんかね、右ら辺に猿か何かがさ、アイテム、なんか、なんだ、攻撃してたよね。あいつなんじゃないの？あいつに、ごちそうさんでした。あいつにバナナを渡せないか。なんか右の方にいたよね、そんなやつ。あ、こいつこいつこいつ。バナナやで。バナナやで。お、はっ。ワンワン、怖っ。食っちゃったぞ。マジか。ちょっとなんか怖くなった今。あの猿なんか NPC というかね、そういった重要なやつだと思ってたからさ。あ、待って、ここにも、ここにも爆弾で壊せそうなとこがあるな。ちょ、爆弾で壊せそうなとこちょっとメモりますか。爆弾、なんかとりあえず浜辺と、なんか一個目のダンジョンもさ、爆弾の壊せそうなとこあったよね。こういうのをメモっといて、爆弾手に入れた後に回るってのありですね。じゃあちょっと、村に戻ります。はい、道具屋さん来ました。右上見てください。541ルピー貯めましたね。これは結構頑張りましたよ。弓矢セット。なんか増えてんだけど。これ何これ、弓矢セット980ルピー。高すぎる！あー、くそ。これは手に入んないのかな。財布のサイズみたいなのないのかね、今回のゼルダには。まあ、後のかけらを。まあ、当初の目的これだからね。高えなー。また集め直しですね。1個目か。いや、弓矢欲しいなー。でも、あれだよね、永続的に。持てるアイテムだよね。なんか、商品、新商品は？新商品ないか。スコップの新、スコップの買った代わりの新商品が、弓矢だったわけだね。よし、じゃあちょっと、新しい場所に行きますか。ワンワンを連れてね。さて、ここの下水道のダンジョンだね。壺のダンジョンだっけ？はいはい、壺の洞窟ですね。ワンワン連れていけないんだ。なるほど、ヨッシーと同じだね。お化け屋敷にヨッシーを連れていけないのと同じですね。よし、こっちだね。確か兵法がいる仕掛けがあったよね。あ、なんか強い骨いる。うい、こいつも地味にちょっとめんどくさいな。こいつがね、同じ動きするんだよね。で、持てないからどうすんだ。くそ、多分だけどこいつの後ろを、ほら、よーし、いけたー。なるほどね、回転切りを使うんだ。よーし、ゼルダの伝説。ここもがっつりダンジョンなのか。ボスもいんの？さらに鍵が近くにあると音で知らせる新機能付き。じゃ、これも完全に二つ目のダンジョンってことでいいのかな？え、あ、これは切り替えるやつか。弓矢でこれ撃ちそうな感じもするね。
うん、これが鍵なのか。あー、でも斜めから攻撃できるな。なになに、なんか迫ってきてる。よし、盾結構有能だな。おい、くそ。で、これが鍵でしょ。小さな鍵を手に入れたと。まあ今回はがっつりこのダンジョンをクリアしていきますか。あー、難しい。なるほど、魔法を使う感じか。で、ここ乗って、あそこに宝箱で、これで切り替えればいけるか。鍵手に入んねー。ってことは結構広いんだな。はい、まだマップ持ってねえからな。うわ、これはここで一匹倒せんな。あれ、うい、え、いけ、よし、完璧。そっち、ここを越えれないからね。まあ後々来るっていう感じか。広もう2番目のダンジョンがこんなむずいのか。まあしっかりクリアしていきましょう。ハートゲッツで、こいつももう一回突進させて。なんかもう敵は全滅させるのが当たり前みたいな感じなのかな。ここはなかったか。開いて、こいつ倒せればな。いて、よし。え、危ない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 。これを真ん中に動かすとゼルダの伝説でしょ。おお、階段、階段に出てくるとこの横スクロールになるんだね。はい、攻撃がちょっともったいないけどいいでしょう。おい、すごいな。なんかこういう横スクロールもあるっていうのが嬉しいね。このフロントビューだけじゃなくて。取らなくていいかな、まだ。これはくるっと回っていけるやつか。くるっと、あ、なにこいつ、え、サイクロプス、うわ、あーなるほど、こわやー、やめてください。そこ投げる、意外と賢いなこいつ。なんでこいつさ、こんな日々なのにさ、こんな重たいやつが乗ってもさ落ちないんだよ。こいつが乗ったら絶対落ちるだろう。よーし、見た目だけ。あ、これも取っちゃっていいな、一匹持ってるもんね。よし、ワープ地点ができたわけだ。うん、広いねー。うわ、また謎解きですね。くちばしを先に取りたいな。ヒント欲しいもんね。うん、ここはもう通るしかないか。めっちゃ引き込まれんじゃん。開く。あー、ようやくマップだ。やっと地図を手に入れた。やっぱやっとなんだね。くそくそくそ。いや、みんなにはわかんないかもしんないけど、すっごい吸引力なの。超ダイソン。これは宝箱は取れるね。よし、宝だけ取って、20ルピー。こっちに行くしかないかな。鍵は最後ですね。そろそろ。テレサ、テレサ、テレサ。あー、なるほど、なるほど。これをつけんのか。X で。よし、これでテレサ嫌がるでしょ。で、もう宝か。こっちもつけてみる？どっちでもいいの？なにこれ？新しいやつ。そう、ん？パワーブレスレットを手に入れた。これでつぶや岩が担げるぞ。きたー。ようやくだ。これできることめっちゃ増えるね。
これは強制装備なんだね。いや、これもう無敵でしょ。A 持つ。うおぉ！これは来たね。嬉しい。ウィー。だからここにこいついたのか。うおぉ！いいね。ゼルダといえば壺。これは壺かな？壺で投げれば切り替わる。ジャンプして、これが鍵ですね。いや、ここのダンジョンも割と簡単に行けそうだな。これさ、ん？これこっち行くには、そうか、壺もう一個いるな。あ、これもこれで行けるか。よしよし、はい。ネット危ないぞ。さよなら。で、めっちゃ走ってくんだこの黄色いやつ。よし、これ下ちょっと先行っとくかな。おう、これは倒せばいいだけ。なんか変なウサギみたいなやついるけど、はい、どうしようかな。上に行く入り口がある。先にちょっとこっちの右行っとくべきか。こっちが先な気がする。お、あ、もしかして壺じゃないと倒せない敵とか。やっぱそうだ、そういうのがあるんだね。これ全部倒したらなんかあんじゃない？うい、くそ、うい、よし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 。あ、下が出た。結構ダンジョンが骨太だね。重さで降りるんだ。これ横スクロールでも持てるなったのか。あ、すごいね、よくできてます。うい、なんかアイテムはないか。え、あ、やっちまっ、ん、やっちまったか、これ。うえーっとーん、そう、壺が必要とか。でも壺持ったまま、あー、でも下ろせんのかな、割らずに。それとも壺を持った状態で乗れば、このリンク君2人分の重さになるとか。ちょっとやってみましょう。これ持った状態で、やっぱそうだ。おい、おい、で、これで上、謎解きできました。ボス部屋か。なるほど、ここはまだだったか。はい、戻ってきました。じゃあ引き続きちょっと下を、あれ、鍵のなんか全員倒せば鍵だけど、これをなんとかしないことにはダメだから、まだ無理なのかな。上から落ちてくんのか。あら、クリボーさん、いやー、パックン出たな。なんか土管がさ緑色じゃないと違和感あるな。あ、倒せんだ。でも、はい、いてー、緑色の土管にしてくれ。なんか出てこない感じあんだよね、あのジャイアン のドラえもんに出てくる土管だもんそれ。どうすればいいかな。うん、ここ降りても仕方ないよね。左行ってみるか。マップ的にはこっち。お、またワープポイントが生まれたね。ん、あー、一方通行なのか。ということはここでとりあえず積みなのか。はい、ちょっと戻ってきました。ここの宝箱が確かに取れるね。壺を開けれるなったから。紫ルピーか。50ルピーを手に入れた、嬉しい。
で、ここの左に鍵があるから、いや、鍵持ってないな、でも。鍵持ってないね。あんまり重要なものは、手に入んないかもね。地図だけで見る。うん。あ、動く!あ、なんだ、動くんだ。はいはいはい。ほら!あー、くそ!なるほど。これは全滅させられそうですね。どいてどいてどいて。これで、とりあえずこれで OK で、ういういうい、 OK! これボス部屋の鍵かな?か小さな鍵かのどっちかだ。きたー!ボスの鍵を手に入れた。ボスの部屋の扉開けられるぞ。小さな鍵が1個足りてないけどね、ここ。ここを開けて、ここを、まあ、ここでも小さな鍵、初めに開けれた可能性もあったから、俺はあえて開けなかっただけなので、まあ別に行っちゃいいかな。多分だけど、フクロウの、くちばしがもらえるのかな?じゃあちょっとボス部屋のとこ行きましょう。すげえな。頭乗せたまま行けんだな。よし、これボス戦だね。まあ、体力あんまないけど、まあ、妖精のこれがあるので、回復できますから。まあ、多分いけるでしょう。さあ、2個目のダンジョン。え、なにこいつ。火吹きそう。あ、壺か。うわあうひょひょ。今度の相手はわしでごじゃるよ。うひょひょ。今度っつってるから、壺魔王。もうピエロだけど。今度つってるから、こいつあれなんだね。一人目のやつがやられたって知ってんだね。やっぱ炎出てきたな。どう戦う?ええ!いやー、火なく。ん?でも大丈夫でか、ごじゃる。そんな生クラな剣ではこの壺は壊せないでごじゃる。ここの壁の方がよっぽど硬いでごじゃる。喋りすぎや、お前。えい。でもちょっと壺割れてきてるからね。まあ、ある程度かわすのかな。はい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 。でこのあと攻撃して壺の中に退避するからもう一回壺を当てる。簡単。ボスが一番簡単。じゃあかわすぞ。あ、いいぞ。はい、2、3、4、5、6、7。めっちゃ当たってるよ。で、当てる。壊れましたけど。もう許さんつってる。うおぉ!何すんの?何すんの?え?え?いって!よくない、よくない。よし、じゃあ、ここで、これを初めて使ってみましょうか。妖精さん!ナイス!神がかってる。釣りでゲットしてよかったな。これはもうダメージ覚悟で、うん、一発食らってもいいから敵のところに行きましょう。よし、オッケー、いい、いい、十分十分。あと一発でしょ、きっと。早くなってる、早くなってる。はい。一個目の敵よりは明らかに強いな。あ、もう一発?怖い、怖い。はい、はい。これくるくる回ってる意味とは?イエーイ!2個目も見事攻略。早いね。4パート目でも2つ目のでライフが上がりました。やっぱライフはもっと欲しいな。ハートの器を手に入れた。ハートの最大値が増えた。体力も全回復。ボスターを倒した時は器でねがもらえて、あとはかけられ4つ集めてって感じだ。これはなんだ。ホラ貝かな。ホルン。おう、巻貝のホルンを見つけた。2個目です。やっぱこのダンジョンも行かなきゃいけなかったんだな。あ、いいね。なんか異国情緒のある音色だった。さて、これで外出た時にね、あの袋が待ってますけど、草原草原草原が待っている。3回言わなくてもわかるよ。草原ってなんか右側だっけな、村の。
ワンワン倒して。強い。石は？うわー持てる。これで繋がりましたね。これ結構いけるとこ増えたんじゃない？そういえばこのおじさんに会ってないな。あんまり会いたくない感じのおじさんだけど。おお、よく来ただ。用事は済んだみたいだな。ダンペイさん、おめえに面白いもん見せてやるだ。小屋に入るだよ。はい。あ、なんか PV みたいなやつで見た。ダンジョン作る何かか。はい。おお、来ただな。ここはオラが調査している不思議な遺跡だ。お前はこの島にあるダンジョンいくつか冒険してきただろう。そのダンジョンの部屋をパネルって石板にして、そこの台座にはめると本当のダンジョンになるだ。どうだ、不思議だろう。おめえに頼みたいことはそのダンジョン作りの手伝いだ。いろんなダンジョン作るにはいろんなパネルが必要だ。まあ、俺がいろんなダンジョンに行ってそこのパネルをゲットして新たなダンジョンを作り出したいっていうね。けどオラはダンジョンの冒険は苦手だから、そこはおめえに任せるだ。おめえが見てきたダンジョンの話をしてくれたらパネルはオラが作るだよ。まあ、そこで何か俺にね、なんか得があるんですか？ここからはちょっと大人のビジネスの話しましょう。おめえにはそのパネルを使ってオラのお題に合わせたダンジョン作ってほしいだ。報酬をね、いただかないと。けど作ったダンジョンは冒険してゴールまで行かないと完成とは言えねえだ。おめえが作って冒険したダンジョンがオラを感動させられたら宝物やる。どういう、お前結構もうあれなのかな、もう金もね、富も地位も全て手に入れて、あとは余生みたいな金持ちの遊びみたいな感じじゃん。で、俺に作らせて、俺に遊ばせて、まあ、うまい、俺が感動したら金あげますみたいな。じゃあ早速おめえの見てきたダンジョン話してほしいだ。こんなダンジョンがありましてねって、あれを切り替えましてねって。で、このダンジョンを作ってくれるみたい。おう、パネルをまとめて手に入れた。どんなパネルか使ってみよう。アミーボ。あー、今日あれですよ、宅配ボックスにね、取ってないんだけど、リンクのアミーボ買ったんですよね、発売日に合わせて。ダンジョンちょっと作ってみる？もう今日ちょっとダンジョンもうやったからさ、今日。基礎を覚えるだ。スタートとゴールのボスパネルはオラが置いたから、あとは手持ちのパネルで繋いでみるだ。宝箱があるパネルも置いてあるから繋がってない通路がない。なんか適当に置けばいいの？はい。ごめん、なんかちょっと難しそうだからやめる。さっきダンジョンクリアしたばっかだしね。とりあえず俺は、あれです。この世界を救いたいんですよ。はい、ということで、高地だもんね、ここ。タルタル高地。で、次は平原地だから、ここに行けばいいのかな？ここから右もなんか行けそうな感じあったから、一回戻りますか？そう、ここも行けるなったね。このおばばのハートの器があったとこの右か。気まぐれトレーシーの家。これもう持ってるもんね。あー、ここなんだろう。なんか掘ったりしたらあるかな。掘れないのか。トレーシー、トレーシーさん。あー、あれ、これもなんかのキャラじゃないか。バニーちゃん、私気まぐれトレーシー、元気になる秘密売ってるの。マジですか？秘密します。いただきます。これはドラクエで言うパフパフってやつでしょう。はい。ぬりぬり、どうもありがとう。秘密の薬塗っておいたわ。何それ。うっす。何をしてくれたの。何を、あ、なんかアイテムある。トレーシー特製の元気になる塗り薬。これなんか自動で使ってくれるみたいな感じかな。あなたには売らない。ツンデレ。あー、でもこれ持てるなった。いいね。ほら、俺の持ってるサービスじゃない。これは一回回復みたいな感じか。え、やばい、なんかあるぞこれ。カラスカラスカラス。こっちで合ってるかな。こんなカリッパでいいの、このワンワン。
ワンワンずっと、あーハートのつあるじゃん。やったぜ、ハートのかけらを手に入れた。器でした。器じゃなくてかけらだった。カラス強えな。ワンワンが役に立たないな、カラスだと。これだけかな、このハートのかけらを取りに来ただけなんす。お、墓地、おお、タバールの林の下が墓地。なんかヤバそうな幽霊いるけど、こいつはあれなんだね、直接食らうんだね。全然害ない感じもするな。死なないのかな、お化けだから。ここでもなんか墓地って書いてあるけど、あ、あ、あ、お化けが生まれた。なんか読めたりすんのか。わあ、なになになに、ゾンビ、ゾンビ、ゾンビが生まれた。このお化け厄介だな。特になんもないのかな、これ。とりあえずなんもお化け大量発生してんな、ま、なんかあるんだろうけど、まだちょっと謎は解けないかもしれない。ここは越えていきましょう。えっ、なにこれ。えっ、ここはぼっち。え、これ何。え、またダンジョン。え、あ、おばばん、なんだまたダンジョンあんのかと思った。おばばんとこでしたね。ここはなんか、え、なんかあるね、左に。ここは絶対なんかあるでしょ。いや、なんもないわけないな。スコップ使ってみようか。え、うそー、これなんもないとは言わせねえよ。なんもないの、マジで。あ、地下行ける。ハートの器ないかな、かけら。お、よし、オッケー、よし、これで安全に行けんな。ここはワンワンちゃん連れて行けんだね。あれ、爆弾じゃないと無理なんじゃないか。あー、ちょっと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 、上に行かないでください。あ、ここに出てくるんだ。はいはい、いやー、やられた。おう、これは、これ爆弾だよね。まだ来る場所じゃないのかな。じゃあもう仕方ないので、このメーベンの村に一度帰ろうかな。うん、そっからなんか行ける場所多分結構あると思うので、とりあえず一度帰りたいと思います。あ、ここ、こんなところにいいものがありましたよ。おお、貝殻、秘密の貝殻。これ三つ目ですね。先ほど一個、ここ、これワンワンで出てきたんだけど、これもなんか集めれば何か起きるんだろうね。やっぱワンワンをいろんなとこに連れ回さなきゃ多分このゲームダメですね。いや、さて、ようやく平和なところに帰ってきたけど、こっからだなぁ。いけそうなとこは、ここか。これ、ウクク草原。草原、草原、草原って言ってたから、ここから草原に行ってって感じか。はい、ということで、今回はこれぐらいにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。まあ、なんとかね、2個目の、壺のダンジョン、壺の洞窟をクリアしたので、まあ、こっから右の草原もクリアしていきたいと思います。なんかここに神殿あるなぁ。またこれ、ダンジョンあるかもしんないね。今回はこれぐらいにしてみましょう。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。